というわけで皆さんどうもご無沙汰しております、サンジでございますけれども、今日はねここ京阪淀屋橋駅に来ております。この京阪電車なんですけれども、関西の鉄道各社の本線の中で一番駅と駅の間が短い区間っていうのが存在するんですね。でこれが土井駅と滝井駅の間なんですけれども、その距離418m ということでね、マジで走った方が早いんじゃないかってそのレベルなんですが、これはあくまでホームの中心から中心の距離でして、ホームの端から端で換算しますと 159m しか離れてないんですね。もうほぼ隣みたいな、余裕で見えてるみたいな、そういう状況なんですけど、これ面白いのは一つの駅間が短いんじゃなくてね、もう一つ先、土井駅滝井駅と続いて、その滝井の次ですね、奥側に千林という駅があるんですけども、この滝井から千林間も 400m ぐらいしか離れてない。つまりこの3駅がですね、もう 1km 圏内にまとまってる、そういう区間があるんですね。これ京阪の本線ですからね、路面電車とかじゃないですから、なかなかこれ面白い区間が存在するんですが、まあ、今回はタイトルにもある通りちょっと行ってみてですね、田中もいるんで、千林駅と土井駅分かれてですね、こう2駅挟んでじゃんけんできんじゃないかと、そういう風に思いまして、それをちょっと今回検証していきたいなという風に思っております。とりあえずこの淀屋橋から京阪本線乗りまして、土井駅方面に向かいます。というわけで今日もよろしくお願いします。ここが淀屋橋駅ですけども、本線をこう行きまして、千林、滝、土井、なんか普通にね駅に混ざってますけど、この3つめちゃめちゃ短いところに、ね、固まってますんでね。というわけでこちら準急に乗りまして、どれぐらいね期間が狭いのかっていうのを一旦通過してみて体感してみようと思います。準急出町柳駅に乗っていきます。列車は出発。いやこの京阪にはね全面展望かぶりつき席がねありまして、鉄道ファンの僕もにっこりというそういう感じなんですが、江戸屋橋を出て、ここは地下区間ですね、それから地上区間に出まして、終点の出町柳を目指すということになります。列車は京橋駅に到着。この京橋では乗り換え路線も多く、かなりの人が行き交います。その後ですね、この次森口市まで止まらないということになるんですが、この区間は複々線、かなり賑やかで列車の本数もかなり多いです。こんな感じ、構造は真ん中に2線通過線がありまして、新幹線と似たような感じですね。外側に普通列車が通って、そこで客を降ろすと、そういうことになります。そしてここからですね、今見えているのが千林駅です。ここから3駅1キロ圏内に集まっているという感じ。本来ならちょっと雨で今濡れているんですが、もう駅がねパッと見渡せる状態になっています。そして6秒ほどで真ん中滝井駅を通過。この後が最短区間になります。1、2、3、4、5、6秒ですね。これ今通過しているのが土井駅、ノーカットですからね、これは凄まじい短さです。というわけで森口駅に到着。いやいやいや、どうでしたかね。ちょっと雨でね、全面展望でなんか撮ってたら滲んできたんで横で撮りましたけど、なかなか短かったですよこれ。というわけでホーム上上がってまいりましたけれども、もうねここに土井駅が見えてます。じゃあ僕土井で降りるんで、うん、その奥に進んでもらっていいですか。 OK 分かった。先に行ってもらって、はい、とりあえずまず一駅先でね、一駅間でじゃんけんができるかどうか、それができたら二駅でできるかってことでやっていこうと思います。はい、はい、というわけで土井駅到着しましたけどこれ隣、これすごくないですか。これが関西の本線では一番短い駅間。これもう後ろの車両がホームを出る頃には先頭車両がもうホームに入っていってます。到着これは面白いな。いやまあこうなった経緯というのもあるんですが、最初ここら辺には一駅しかなかったんですけども、需要があるということでだんだん駅が増えたんですね。その結果こうなったということです。こちら土井駅はこんな感じ、まあ、さっきも通りましたけども、新幹線によく見られるような通過構造で、真ん中に通過線があります。これはグランド光ですね。どんどん来る、どんどん来る。いや見てるだけでこの駅面白いな。ホーム地下におりまして、森口市方面に行くホームに行きます。ホームの端っこに来たけど、これはすごいな。これちょっと見えますかね、ズームしましょう。これがね大人の駅、滝井駅、そしてその奥、これできるんじゃない、じゃんけん。これが千林駅、まあ、その奥にももう駅が見えるわ。これすごいな、ここで何これ、プラレール感覚ですよこれ。今滝井駅を列車が出発しました。用意スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、
9、10、11、12、到着。いや、なんちゅうかな、路面電車とかね、そういうもんだったらまあまあわかるんですけども、普通にこれね、京阪の主要な本線ですからね、そこがすごいんですよね。というわけで早速ちょっと田中にね、電話してみましょう。彼もホームの端に来てくれてるんでね。じゃあ行きます。お、もしもし。もしもし。あ、これは見えるな。見えるな。じゃんけんしようか。じゃあオッケー、最初はグー、じゃんけんほい。あいこでしょ、あいこでしょ、チョキチョキかい。あいこでしょ。お、買ったんじゃこれ。お、失敗や。買った。負けた。できた、できた。まずこれ一息間のじゃんけんできたよ。できましたね。できましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあね、次なんですけど、ちょっとお手数なんですけど、はい、その隣千林駅に行ってもらって、はい、また森口市方面のホームに来てもらっていいですか。わかりました。いやいや、できちゃいましたよ、じゃんけん。すごいなこれ。まあ、とりあえずこの駅ね、通過がめっちゃ多いんですね。準急すら通過します。これは土井滝仙台市全部ね共通していることなんですが、普通列車しか止まりません。これが仙台市ですね。で、その奥にも駅が見えますね。で、その奥にも駅が見えるんじゃない、これだから。先の先の先まで見える。先の駅、その先の駅、これが先の先の先の駅で、その奥に先の先の先で、今田中がお隣滝井駅より千橋駅に向けて普通列車に乗り込みました。これもね、ちょっと数えてみましょうか。隣の駅まで何秒で行けるか。ホームの端を離れてからですね。よーい、スタート。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、もうホーム入りましたね。13、14、15、16、17、じゃあ到着。 17.5 秒ぐらいかな。いや、すごいよこれ。1、2、これ来てますね。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。約20秒でこの土井滝仙台市全部通過しますね。まあ誤差はあると思いますけど。というわけで田中がね、今着きましたんで、ちょっとまた電話で呼んでみます。あ、もしもし。もしもし。あ、見えた見えた。おった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 。田中発見。見える、俺のこと。おるな。見える。見える、見える。どう、手振ってんの分かる。手振ってんのは分からへん。手振ってんの分からへん。やっぱ確かに遠いな。黒いなんかズボン履いててグレーの服着てるって。あ、それ俺やな。あ、それ俺やわ。雨でなかなか曇って見えるのが残念やな。田中さん、じゃんけんいきますよ。はい。雨なんでね、透き通ってないのが残念やけど。お、見える分には見える。やってみようか。最初はグーゲンホイ。あかん、見えん見えん見えん。見える？見えない。これきついな、やっぱ。あー、なるほどな。なんかこうちゃんと田中の存在はわかるけど、さすがにどんな手を出したかまではわからんわ。いやー、悔しいな。こんなに見えるんやけどな。まあでもこれが検証結果やな。これじゃんけんはでげんわ。2駅先の友達とじゃんけんしようとすなって話なんやけど。はい、というわけで2駅先のね、友達とじゃんけんできるのかっていうことでやりましたけど、まあ、最初一駅ではね、できたな。うん、できた。これはできた。あ、僕のパーでね、勝利ということでね。ありがとうございます。すいません。いや、前ね、列車と列車でね、こう並走する列車に乗ってじゃんけんしたんですけど、5000やって5000勝ってるから、6連勝。いや、まあ、じゃんけん弱いけど。この3駅間のね、すさまじい駅間の近さ、まあ、それから他にもね、その奥の駅まで見渡すことができましたから、そういう意味でね、京阪電車の魅力みたいなものをね、伝えることができたかなというふうに思っております。まあ、駅にいるだけでもね、通過列車等多くて楽しんで、機会があれば訪れてみていただいたらいいかなというふうに思っております。というわけで、今度はここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。